IBM の MCA 用の XGA-2 アダプターエクステンディットグラフィックスアレイは1990年に IBM が発表したビデオ企画またはそのビデオアダプターで VGA 上位互換で最大 1024X768 の画面解像度を持つ。展示で単に 1024X768 の画面解像度を XGA と呼ぶ場合もある。 略称の XGA は Extended Graphics RA より、XGA は VGA と 8514A の後継規格に相当し、双方との上位互換性を有し、さらに 1024X768 で256色の表示モードをサポートした。I、O アドレスからレジスタ定義まできちんと明文化され、 主にカナダドルで使用される各種アクセラレーション機能を搭載していた。このため XGA も講義には SVGA の一種であり、追加された 1024X768 の表示モードだけではなく、VGA の各表示モードを含めた規格である。1992年には 1024X768 で65,535色のモードを追加サポート。 下、XGA- にも販売された。しかし、安価で多彩な表示モードを持つ各社の、ウィンドウアクセラレータの流通を前に、広く普及することなく消えていった。なお、各社の SVGA の多くは、規格が正確に明文化されておらず、このためアクセラレーション機能が、利用困難であったが、一部は、ベサ準拠バイオスを搭載した。 拡張カードとしての XGA は MCA、または i s のみが販売されており、PCI 版は存在しない。また XGA 完全互換のチップセットは存在しないが、一部サポートしたものが、IIT 社より DX-010011014015016017 として発売されたことはある。なお千二十四 x 六十八という、 画素数構成は、もともと IBM 社の独自規格である 8514A で色数などと共に制定されたものだが、その後ビデオ周辺機器に関する業界標準化団体であるベサが、標準的な画素数構成の一つとして1 2 4 7 6 8を指定したため、広く普及した。ありがとうございます。